え何やってんだよニュースです。何やってんだよニュースですねえ。今回は名前が出てます。顔も出てますよ。どうしてこういう差が生まれるんでしょうかね。小学生の女の子にわいせつな動画を送信させた中学校のやっぱり先生ですね。いや、先生どうなってるんですか政治家も学校の先生も。先生って名前がつくとこういうことになっちゃうんですかね。逮捕されております。まあね、なんか SNS のアプリで 知り合った女の子に、まあそういったね、猥褻な動画を指示して、撮影させて送らしたみたいな感じですけども、いや、それに従っちゃう女の子もどうしたのかなって、これはさすがに思いますよ。うん、嫌だよって、なんかね、そのまま切ってしまえばよさそうなんですけども、言葉巧みに誘われたんでしょうかね。女の子とスマホアプリで知り合うって。はあ、まあ、どんな世の中だよって本当になっちゃいますよ。はい。じゃあさようなら。